62首、清少納言。あら？まあ、少納言さん、まだお休みになってなかったの？ええ、ここに雪成様がいらっしゃらなかった？先ほどまでお話ししていたのだけど。ああ、雪成様なら、なんだか慌ててお帰りになったわよ。なんですって？いや、本当に昨夜は物意味のために大変失礼をいたしました。そのお詫びがこの今朝方いただいたおかしな文ですの。もっと話をしたかった。夜明けを告げる鶏の声にせかされて残念なことです。猛将君を真の手から逃がすために従者が鶏の鳴き声を真似て関森を騙した韓国館のおつもりかしら。鶏の声ですって。夜にお帰りになったのに猛将君の鶏の鳴き真似でもお聞きになったのかしら。さすが清少納言、四季の五時になぞらえてお返事いただけるとは。これだからあなたと話すのは楽しい。お上手ですこと。けれど私が言っているのは別の席のことですよ。は？男女の中につながる大阪の席だと言ったらどうしますか。よう。第62首、世を込めて鳥の空音は測るとも、世に大阪の席は許さじ。柄にもないなさりようだこと。冗談が過ぎます。なんだか今日の雪成様はおかしいわ。ああ驚いた。これは取り付く島もない。危うく流されてしまうところだったかも。怒らせてしまいましたか。ねえ少納言。でもこの方とは年上の女性をあまりからかうものではなくってよ。こうやって友人のように話すのがきっと一番楽しいわ。お、大阪は人越えやすき席なれば鳥中野にも開けて待つとかなんて。そちらの席は誰でも通れるとか聞きますよ。鶏なんか鳴かなくても最初から空いているとか。あなた本当に私を怒らせたいの？というわけでこのやりとりを雪成様が広めてくださって大層評判になったんですのよ。天使様、お前たちらしい面白い話だこと。また枕の草子が充実するわね。でも最後の失礼な歌には変化ができなかったの？ええ、だってそれは。まあなんだかんだで雪成に持っていかれてしまったわね。